本日は大東市立生涯学習センターアクロス主催、人権講演会テレジンを飾り継ぐ会野村美智子さんに聞くテレジン収容所の子どもたちと彼らの人権を守ろうとした大人たちの話にお越しいただきましてありがとうございます。私は生涯学習センターアクロスの内田と申します。よろしくお願いいたします。この企画はアクロス市民ギャラリーで開催しておりますテレジン収容所の幼い画家たち展、今皆様がお座りになっていただいた周りを囲っているパネル展示ですね、こちらの展示会をこちらで展示されている作品解説とともに、収容所での子どもたちの生活や彼らの笑顔を守ろうと行動を起こした大人たちについて知ることで、極限状態でも人権を大切にする心、人権を守るということは何か、こういったことに思いを馳せていただこうと企画された講演会となっております。本日お話しいただきますのはテレジンを語り継ぐ会代表野村美智子先生です。野村先生は1989年にチェコスロバキアをご旅行中に子どもたちが残したこれらの絵に出会い、以来子どもたちについて語り継ぐことを使命とされ活動を始められました。数少ない生き残りの方を調査、インタビューを重ね、その証言をもとに執筆や講演会を開催されたり、今回のアクロスギャラリー展で展示されている展示パネルをお作りになられ、テレジン収容所の幼い画家たち展として日本全国各地ですでに200回以上展示会を開催されました。こちらの模様は新聞、雑誌、テレビなどでも大変大きく紹介されております。本日はコロナ禍の影響もありまして急遽リモート開催となり、先生のご自宅と大東社アクロスを接続してこのようにスクリーン上で皆様にお話を見ていただくという方法に切り替えさせていただきました。少しご不便おかけいたしますが、最後までごゆっくりお楽しみいただければと思っております。それではいよいよ開始させていただきます。では野村先生お渡しいたします。よろしくお願いいたします。はい、皆様こんにちは。こんにちは。いいですね、離れてても声がちゃんとね、お互いに通じられるって、はい、野村美智子です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日皆様の周りにはテレビの子どもたちの絵、それからその解説のようなパネルが展示されていると思いますので、今日これからお話しするときにはいくつか絵をお見せしようと思っています。でもできれば展覧会の会場で私の話が終わった後でももう一度絵をたくさん見てゆっくりいろいろご覧になって考えて、そしてお帰りになっていただければいいなというふうに思っていますので、とりあえずその前に少しだけお話をさせていただきます。今ご紹介にありましたように、このテレジンのテレジン収容所の小さな画家たちという展覧会はすでに200回以上全国各地で30年間にわたって開催しています。残念ながら去年の2月には開催できてたんですけど、その後はほとんど中止ということになりまして、今年は、いくつか企画が入っていますけど、今の状態ではまたこういうふうな形で皆さんには展覧会を見ていただく、私の話を聞きたいときはこうやってズームで離れての講演会になってしまうのかなとちょっと心配はしていますけれど、でもお話は聞いていただけることをとても嬉しく思っていますので、1時間ほどよろしくお付き合いいただきたいと思います。多くの方がこのテレジン収容所の幼い画家たち展初めてだろうと思います。実は大阪でもすでに過去に開催したことがあります。大阪の市内はもちろん、泉市とかそれからなんか 2,3 箇所開いたことがあるんですけど、大東市は初めてのことですし、多分初めてご覧になる方が多いだろうと思います。はじめにちょっとお断りしておきたいのは、今そちらに多分展示されているのは12枚の黒いバッグに絵が入っているのがあって、それからその他に20枚ほど今私から見ると皆さんの後ろに展示してあるパネル、かなり説明文のたくさん入ったものと、その両方が展示されているかなと思います。30年前に
初めて日本でこの展覧を開いた時にはもっと別のパネルを使ってまして、その古いパネルに子供の絵が150点ほど入っているのがあるんですけど、まあ、それがかなり傷んでいるのと、まあ、パネルの数が多くてなかなか地方へ輸送することがね大変だとか、会場がそこまで広く取れないとかっていろんな事情がありまして、なかなかそれを全部使うことができなくなりまして、でしかもまあ年月が経って傷んできていることもあって、今皆さんもご覧になっているような新しいパネルを作りました。特にこの12枚の黒いバッグに絵の入っているのが、小学校や中学校でお話を聞きたいと言われた時にお貸しするために作ったものなので、もう、まあ、絵を割と大きく説明は簡単にしています。今皆さんの後ろにあるのはかなり説明がたくさん入ってますので、一冊の本を読むぐらいの、ね、気分で見ていただくといろんなことがお分かりいただけるかなと思うんですけど、その両方にちょっと同じ絵がダブってるものもあるかと思います。それから後で私がこちらからお見せする絵も、まあ、逆にそちらにはないものがあったりする可能性もあるんですけど、いずれにしても150枚の絵が今日本で見ようと思えば見られるんだというふうに思っておいてください。またいずれ機会がありましたらね、そちらでその150点の絵を全部お見せできるような展覧会に開ける可能性もあるということで、それだけ先にお伝えしておきたいと思います。でか後でこちらからお見せするときは絵を、まあ、元でそのパソコンの画面に映してお見せしますので、ちょっと見にくい部分もあるかと思います。これもあらかじめちょっとお詫びをしておきます。でさっきお話したように初めての方が多いと思いますので、まずテレジン収容所って何なんだと思っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃると思います。というか、なんでその収容所でこんな子供の絵があるんだというふうに考えていらっしゃる方もあるかと思いますので、その辺のことについて先に少し詳しくお話をさせていただこうかなと。でもう一つ、その前にもう一つ前に言うと、なんで日本でこんな展覧会をやってるんだろうというふうにね思ってらっしゃる方もいると思うので、まあ、私がこの展覧会を30年前に開こうと思ったきっかけというか、いきさつというかね、その辺のことを少し触れてからにしたいと思います。これは多分去年までね、子どもたちは友達と仲良くプールに行ってたんですね。今年も夏が来てまたプールで遊べるなと思って海水パンツを持ってプールへ出かけていった。ところがプールの入り口に行ったら、ユダヤ人の子供は入ってはいけないという札が立っていて入ることができないんです。で、中に一人人がいるのがちょっと見えるんですけどね、多分お前たちは入ってきてはいけないって怒鳴られてるんですね。で、子供たちは背中でしっかりと水着を握りしめて、なんで自分たちはプールへも入っちゃいけないんだろうと、で去年まで入れたのになんで今年はいけないのってとても悲しく悔しい思いでプールの中をじっと見つめているという写真でした。実はね、今なんでこの写真を目にかけたかっていうと、先ほど去年から私の講演会も展覧会も割と中止になってきてしまったとお話をしました。でも今年になって今日こんな形でですけど大東市の皆さんとつながれてとても嬉しいと申し上げたね、一つのきっかけが今のこの絵に現れていることなんです。というのは、今も私がなぜそちらに行かれないか、というかそちらに皆さんがたくさんの方が本当に集まれるのに少人数の限られた方しか集まっていられないかというと、これは全部そのコロナの感染者が増えているからなんですね。これはまあ病気のことだから仕方がないと思って今私たちみんなある程度諦めてはいますけれど、でもね、やりたいことをやってはいけないとか、君たちはここへは入っていけないとかね、ここへ行っちゃいけないとか、そういうことを言われることがどんなに不条理で、そう言われた人にとってどんなに辛いものかという、この写真を一つ見るとね、とてもその辺のことで、去年あたりから例えば子どもたちが学校へ行くことも許されなくなって、遊園地も閉鎖され、図書館も閉鎖され、公園の遊具もね使っちゃいけないって言われた、あの時期に子どもたちがどんな思いでいただろうと思うと、今から70何年80年近く昔の話だけれども、でもあの当時の子どもたちがどんな思いで生きてきたかっていうことをお話しすることも、でも一つのいい、単に過去にこういうことがありましたっていうことではなくてね、うん、子どもたちがこの頃どんな辛い思いでいたんだろうか、
今の子どもたちもどんな辛い思いでいるんだろうか、だったらその時に大人たちは何をすればいいのか、あの頃に大人たちはどういうことをしたのか、今私たちはどうすればいいのか、そんなことをお伝えする一つのきっかけになるかなと思って、私はこの展覧会をこの時期だからこそ本当はたくさんの方に見ていただきたい、たくさんの方にこの話を聞いていただきたいなと本当は思っていますということで、今一つの絵を目にかけました。で、私が最初にこの展覧会を始めたのが、今日のご紹介にありましたように、1991年からですから、ちょうど実は今年が30年目ということになります。その前に私は89年に初めてこの子どもたちの絵と出会いました。その時実は私はテレジンという収容所の名前を知りませんでした。今もね、よく展覧会をやったりお話したりすると、申し訳ありませんと謝ってくる方がいらっしゃるんですね。テレジンって知りませんでしたと、アウシュビッツは知ってたんですけどテレジンって名前知らなかったですとおっしゃる方がいるんですけど、いや全然謝っていただく必要ないですよっていつも申し上げます。私自身も1989年までテレジンという収容所があることを知りませんでした。私はその89年に初めてアウシュビッツを訪ねたんですね。アウシュビッツへ行って、まあ、いろんなものを見て、言葉にならないような、なんて感想を語っていいか、感想を語る前にまず心が冷えていて、自分がどうしたらいいかわからないようなね、そんな気分になって、でもなんかもう少しこういうことを知らなきゃいけないんだなみたいに思っていた時に、実はポーランドからチェコスロバキア、当時はチェコスロバキアという国でしたのでね、その国に移ってプラハの街でまたまた子供の絵を見てしまったんです。初めは普通の子供の絵だと思ってました。多分皆さんもそこでご覧になってて、多くの絵は普通の子供の絵だと思ってらっしゃると思います。特に上手なわけでもない、日本の子供も描くような、なんか本当に子供だったら大体同じような画材を、日本でも外国でもね、同じように家を描いたり花や蝶々を描いたり学校を描いたりするんだなと、そんな思いで多分ご覧になっていらっしゃると思いますけど、私も実は初めはそう思って、その小さな小さな博物館の一室だったんですけど、そこでこの絵を見ました。その時にとてもショックな絵に出会ってしまったんですね。これ1枚そちらにもあると思いますけど、1枚を目にかけようと思います。ちょっとね、薄い鉛筆で描いただけの絵なのでね、ご覧になりにくいと思いますけど、展示の中にもありますのでね、今そちらでご覧になってもいいかと思います。これは紙の真ん中に描いてあるのが、今首を吊られようとしている人の絵です。その人の胸にダビデの星、ダビデの星というのはね、普通の星様のようにこう5つに描くんじゃなくて、尖ったところが6個ある、ね、三角形を上下に組み合わせた六芒星という星なんですけど、これは当時ユダヤ人がユダヤ人であることがすぐ分かるように、いつも胸につけておかなければいけないと言われていたユダヤ人の印です。いいですよ。それがね、とてもなんともなんとも、こんな星をつけたから、こんな星つけたからってね、きっと子どもたち、これを描いた子が怒りに燃えてというか悲しみに浸ってから描いたような、そういう絵なんですね。でこの絵を見た時とてもショックを受けまして、まず首吊りの場面を描くっていうのはどういうことなんだろうと、子供がそんな場面を見ることがあったのだろうかという一つの疑問がありました。それからなぜこのダビデの星のところをこんなに強く何度も何度も鉛筆で描いてるんだろうか、からもっと最初に言えば、なんでこんな汚い紙に絵を描いたんだろうか、白い画用紙がなかったんだろうか、本当に素朴な疑問もあったんです。それでその博物館で、この絵は何の絵ですかと一生懸命質問したんですけど、もちろんそこでちょっと言葉が通じなかったということもありまして、説明が何も得られず、そしてやっと一冊の小さなパンフレットを手に入れて、そのパンフレットを読んで初めてテレジン収容所というものがあったことを知りました。1933年にドイツでヒトラーが政権を握って、1939年にナチスドイツがポーランドへ侵攻して第二次世界大戦が始まって、でその間にヒトラーが
ヨーロッパにいるユダヤ人全部を殺してしまおうと、ユダヤ人絶滅作戦というね、今考えてもとんでもない政策を国の政策として打ち出して、そしてヨーロッパ全域を戦争ならしに巻き込んでいった、その時代のことです。で、そんな時にもうね、なんて言ったらいいかな、説明はとても言いにくいんですけど、ユダヤ人は自分たちにとっては邪魔な存在だから、ユダヤ人さえいなかったらドイツが第一次世界大戦に負けるようなことはなかったんだというふうなことをヒトラーが大きく演説でぶち上げたわけですね。それに多くの人たちが従ってしまった。もちろんそのヒトラーの言うことに反対した人もいました。同じ民族じゃ、同じ人間じゃないかと、ね、ドイツ人とユダヤ人というだけでなぜユダヤ人を殺さなければいけないのだと、ヒトラーの政策に反対する人もいたわけですけれども、そうした小さな声は全て潰されてしまって、当時のナチスドイツがまあ一人で動き始めてしまったという時代なんですね。でその時代にそのユダヤ人を全て殺すためにヨーロッパのあちこちの国に侵略していって、自分たちの国の支配下に置いたたくさんの国にたくさんの収容所を作りました。皆さん多分ご存知なのはアウシュビッツ、アウシュビッツからもしかすると、子供の頃にアンネの日記を読んで感動しましたなんていう方もいらっしゃって、そういう方はあのアンネが亡くなったベルゲンベルゼンなんていうね収容所の名前を覚えていらっしゃるかな。それから教育者の方、例えば学校の先生方だったりすると、コルチャック先生というねポーランド人の児童文学者で教育者である方のことを知っていて、あるいは映画もお好きだとアンジェイ・ワイダのコルチャック先生という映画をご覧になってて、そのコルチャック先生が100人以上のたくさんの子どもたちと一緒に殺されたトレブリンカ収容所なんていう名前を知ってる方もいらっしゃるかなと思いますけど、いずれにしても当時収容所は900から9000あったと言われてるんですね。900とか9000って言われるとあまりにも違いすぎてね、何嘘みたいと思う方もいらっしゃると思う。私も初め900とか9000って聞いた時、どっちかの方が間違いだと思いました。どっちかが印刷のミスで0を1つ増やしちゃったのか、0を1つ減らしちゃったか、どっちかだろうなと思った。ところがいろいろ調べていくうちにどちらも正しいということが分かりました。つまり大きな収容所だけでも当時ヨーロッパ全域に900、そして小さな収容所、例えば軍需工場、これから戦争をどんどん進めていくためにドイツが作った兵器を作ったりする工場の近くに、その工場で働かせるユダヤ人を 2,3 人だけ、小さいところだと数人でいいんですね。その数人の人たちを一つの小さな家に閉じ込めといて、そこから工場へ行って働かせて、給料はもちろん払わないで、わずかな食料だけ与えて、飢え死にしたらまた別の人連れてくればいいぐらいのねことでやっていたのが本当に小規模な収容所。そういうものも含めるとおよそ9000の収容所があったと言われてるんです。その中の一つにテレジン収容所というのがあったということを、その時私はその手に入れたパンフレットで初めて知りました。でこのテレジン収容所には1万5000人の子どもたちが収容されていた。で子どもたちは親から離されて、子どもたちだけで子どもたちの家というところに入れられて、子どもというのはこの時は10歳から15歳の子どもです。よくね講演会でお話しすると、子どもっていくつですかって質問を受けますけど、この時は10歳から15歳が子どもと言われている。16歳以上になるともう労働力として使えるから大人と同じ扱いで、10歳以下はもう全く役に立たない子どもと思われたわけです。で10歳から15歳だと少しは労働力として役に立つ、だから少しの間生かしておいてもいい、そういう存在だというふうに当時のナチスドイツは考えていたわけです。それでこのテレジン収容所には1万5000人のこの10歳から15歳の子どもたちがいました。男の子の家と女の子の家というね別々の建物に入れられまして、このことはねパネルにも一つその子どもたちの家の写真も入ったりしてるのがありますのでね、後でゆっくりご覧になっていただきたいと思います。いずれにしても子どもたちは
子どもたちだけで一つの建物に閉じ込められて、わずかな食事しか与えられないで、一日中10時間も11時間も労働させられていたわけなんです。で、そこで子どもたちがもうほとんど絶望的になっていた時に、収容所の中で教室が開かれたと。その教室で大人たちが何とかして子どもたちに笑顔を取り戻させようと、で自分たちは子どもたちの命を助けることはできないけれど、せめて子どもたちが失った笑顔をもう一度取り戻してあげようじゃないかと。そのために大人に何ができるかといった時に、子どもたちが一番好きだったこと、子どもたちがきっと楽しめること、つまり学校を開いてあげようということになったんです。そして収容所の中でいくつかの教室が開かれて、その中で一番、まあ、子どもたちが大好きで人気があったのが絵の教室だったと。でそこに絵を教えるフリードル・ディッカーという先生がいて、このフリードル・ディッカーのことを書いたパネルもありますので、後でゆっくりご覧ください。でその先生が子どもたちに、今日はとってもつらい日だけど明日はいい日になるかもしれない、だから希望を捨ててはダメだと子どもたちに繰り返し繰り返し語りかけて、そして楽しかった時のことを思い出して絵を描こうと言って絵を描かせた。そのおかげで子どもたちは楽しい絵を描くことができたんだけど、残念ながら本当にいい明日を元気で迎えることができた子どもはたった100人しかいなかったと。そして今その子どもたちが描いた絵の4000枚が残されて、子どもたちがこの世に生きていたという証を示しているんだということを、その薄っぺらなパンフレットの中で知りました。そして私は実は次の日またその小さな博物館に来ました。でもう一度その絵を見直してみたんです。ちょっとまたそれやめます。今からお見せする絵も多分そちらにありますのでね、後でご覧になってください。これは遊園地の絵です。遊園地の絵というのがね、いくつもあるのでね、多分そちらもご覧になれると思います。これは、建物にスコラって書いてあるね、学校なんですね。学校の前で男の子と女の子がいる。で、ね、さっきの絵もこの絵も日本の子供だって描くような同じような絵だなってきっと思いになると思います。私はこういう絵を見たからね、最初はさっきの首吊りの場面を描いた絵を見るまでは、なんだか普通の単に子供が描いた絵だな、特別の意味のある絵じゃないなと思ってしまったんですね。それがあの絵に出会ったんで、なんか自分が見てる絵はとても大変なものなんだと思って、やっとそのデルキンという収容所の存在や子どもたちがどうやって絵を描いたかという実情を知ることができるようになったわけなんですね。で、いや、それはもう、この辺の絵もたぶんそちらにいくつか貼られていると思いますので、後でその絵をよくご覧になっていただきたい。この絵のことはちょっと後でお話したいので、この家の絵のことはちょっと覚えておいていただければいいなというふうに思います。で、また少しちょっと話を戻しますけど、その絵を描いていた子どもたちの生活のことについて少しお話をしようと思います。さっきわずかな食事しか与えられずに労働させられていたと申しました。わずかな食事ってどのくらいの食事だと想像できますか？私ね、実は私がなんでこういうことをね、皆さんにたくさんお話ができるかって言いますと、今までにこのテレチン収容所にいて生き残ることができた。さっきパンフレットに100人しか生き残らなかったって言いましたよね、書いてあった。その100人のうちの、実はね、100人生き残っていたって言いましたけど、私がその展覧会をやろうと思い始めた1990年の時には、実は23人の人しか消息が分かりませんでした。これもね、100人も生き残っていたんでしょうなんて私は大使館の方にお話しちゃったりしたんですけど、まあ、とても体が弱っていて、栄養失調でね、で体が弱りきっていて、収容所が解放された時には生き残っていたけれど、その後で間もなく亡くなった方、それから少しの間は生きていられたけど、やっぱり体力が衰えてて元気を回復することができなくて亡くなってしまった方たくさんいて、まあ、残念ながら私がその
展覧会をやろうと思った収容所が開放されてから45年後の時には23人しか元気でいらっしゃる方の消息がわからないような状態だったんです。その23人の方のうちの今までに6人の方にお会いしてお話を聞いてきました。でこれも実はその後ろのパネルに生き残った方の3人の方の紹介のパネルがありますのでね、後でちょっとそれを読んでいただくといろいろ詳しいことがお分かりいただけるかと思います。その生き残った方にお話を聞いたので収容所の中の生活がどんなことだったかということを詳しく皆さんにお伝えすることができるようになったんです。でその子どもたちの食事です。まず朝はコーヒーと呼ばれる茶色い水が一杯。6人の方に聞きましたらね、少しずつ言葉が違ってたんですね。コーヒーと呼ばれる泥水みたいなものって言った人もいました。あるいは茶色い泥水みたいな飲み物と言った人も、大抵なぜかコーヒーと言われるっていう言い方をしたんですね。それはなぜかというと、多分そのコーヒーを配給するドイツ人の方は、はい、朝のコーヒーの配給だから並べって言うんですね。それで子どもたちは並んで配給をもらう。一人一人自分の丼というかね、ボールを一つ持ってますのでね、それを持って並ぶと大きなドラム缶にその飲み物を入れて持ってきて、それをドイツ兵が柄杓ですくってみんなのコップじゃないですね、そのボールに一杯ずつ、ごめんなさい、すいません、渡して配ってくれる、それを飲むわけですけど、それがね、そのコーヒーと呼ばれる茶色い水と言われるくらいに、美味しくないものだった、はっきり言えばね。で、コーヒーの配給って言われたって、飲んでる方はコーヒーと思えないような、そういう飲み物がいっぱい。それだけが朝の食事です。パンはなかったんですかって質問しました。ありませんって言われました。で、朝それしか配給にならないのに、もう午前中から労働させられていたと言います。子供でも大人と同じように、1日10時間から11時間の労働時間があったんです。で男の子の労働はテレジンというのはね、もともと普通の人が普通に住んでる小さな町だったところなんです。そこを収容所とすることに決めて、町に住んでた人たちを全部強制的にどこか引っ越しをさせてしまって、空いた町の家を全部収容所として使ってたんです。だけどそれだけでは足らなくてね、というのは本当にはその町は人口が6000人ぐらいの小さな町でしたから、そこにね、何万人もの人を最終的に詰め込むわけですから、当然今あった建物の中窮屈になってまだまだ足らないわけです。それで広場とか基地とかにまた新しくバラックを建てて、そこも収容所として使おうとしたわけです。その建物を建てる仕事は男の大人の人たちの仕事です。で男の子たちはその大人の人たちがやってる建築の現場の材木を運んだり、レンガを運んだり、あるいは土の中に大きな石ころがあって邪魔だったの石を掘り出した、その石を運んで川に行って捨ててきたり、そういう仕事が男の子の仕事でした。それから女の子の仕事は畑仕事、空き地にを耕して種をまいて水をまいて、からみんなの使うトイレのお物を桶に組んできて、それを肥料の代わりにそこに撒いて、そして野菜を作る仕事、それが女の子たちの仕事でした。とてもみんなよく働いたそうです。これも生き残りの方に聞いた言葉をそのまま伝えますとね、一生懸命働いたんじゃないと、働かなかったら怒られるから、仕方ないから動いていたんだって言います。自分たちだって休みたかった。で、3時間4時間働いたら休みたかったけど、ちょっとでも手を休めたらすぐにドイツ兵が飛んできて、鞭や棍棒で叩かれて、それが2度も3度も続くと、お前は仕事をサボったから罰を与えると言われて、もっとひどい10回の鞭打ちなんていうね、罰まであったので、手を休めることもできなかった。だから仕方がないけれど一生懸命みんな働いていたんだと言ってます。もちろん働いてる間におしゃべりをするようなことも許されなかったわけです。ただただ命令されたまんまに、命令されたことをするしかなかったのが当時の子どもたちの現状でした。そして午前中の労働終わるとお昼ご飯、お昼は薄い塩味のするスープの中にね、小さな小麦粉
3人、はい、その6人の方にお聞きしたうちの、ね、3人が同じことを言いました。このくらいの指でピンポンのボールぐらいですかって聞いたら、そうだ、そのくらいの小さな小さな小麦粉のお団子が一つ入ってた。私はね、戦争の時のに東京都内に住んでいて、家が焼けて田舎に疎開した経験があります。田舎の疎開の時に水豚というのをよく食べさせられました。でお米が手に入らなくて、小麦粉のお団子を入れたおつゆの中に入れて、まあ、水豚と呼ばれるので、今でもなんか時々ありますけど、まあ、そんなものかなと思ったけど、でも私は少なくとも、私も戦争中ではあったし、食べ物は少ないと母は嘆いていたけど、それでも私たちが食べるときには水豚の小さな小麦粉のお団子は4つも5つも入ってたような記憶がある。でも当時あの子たちが食べさせられていたのは、薄いスープの中にこのくらいのこんな小さなものがたった1つしか入ってなかった。でそれだけ食べて、また午後からも労働の時間があります。そして夕食の時はまた薄い塩味のするスープがいっぱいと、小さな腐りかけのじゃがいもが1つか、硬くなった黒パンが一切れだけだった。さっき女の子たちが畑仕事したって言いましたよね。とてもみんなよく働いたので、大きなジャガイモやトマトがたくさんできたそうです。でも子どもたちの食べるものにはそれは回ってこない。そのせっかく一生懸命働いたために、大きく立派にできたジャガイモやトマトはみんなドイツ兵が持って行ってしまって、自分たちの食べ物にしてしまうんで、それを作った子どもたちの口にはそれは入ってこなかったということです。その程度の食事しか与えられていなかったので、そうするとみんな栄養失調で倒れます。それから病気になります。さっき言ったように、労働の時間にちょっと手を休めたからといって殴られたり蹴られたりしますのでね。そうすると怪我が元で体の具合が悪くなると思います。だから子どもたちが住んでいたところは本当に粗末な三段ベッドが並んでいるだけで、三段ベッドにはちゃんとしたお布団もない。最初のうちは藁の入った布団があったけど、みんなでね、3人も4人もが一緒に寝るようになると、布団の数が増えないで1枚の布団で3人4人使うと、寒いからみんなで引っ張りっこするんで、すぐ破れて中の藁が飛び出して、周りの布がまるで雑巾みたいになって掘ってたって話をしてくれた人がいましたけど、そんな状態ですから、なんかね、子どもたちの中でも気持ちよくそこで寝ることすらできないような状態だから、寒くて風邪をひく子もいれば、友達と一緒に布団引っ張りっこしててなかなか眠れなかったからって体力が衰えちゃう子もいるし、もう働けなくなる子がたくさん次々と出てくるわけです。そうすると朝コーヒーと呼ばれるその茶色い水の配給のすぐ後にね、点呼というのがあって、みんないっぺんにちゃんと並んで、ドイツ兵が一人一人顔を見て歩く。お前は今日は具合悪そうだな、こっちへ出てろ。お前はどうした、今日お腹が痛いんで、お前はこっちへ出てろ。お前どうした、今日はちょっと体調が悪くてっていうと、こっちへ出てろって言われる。これも生き残った方に聞きました。初めのうちいいなと思ったって、あっちへ出てろって言われた子はね、もしかすると今日は働かなくてもいいんじゃないか、で具合悪そうだなって言ってくれたんだから、あの子たちお病気かもしれないから、みんな自分の家にいた時のようにお母さんが、ね、きっとあったかいお布団の中に寝かせてくれて、温かいミルクをいっぱい飲ませてくれたりするのかなと思ったって、羨ましくていいなと思ったって。ところがその子はその日の夜になっても帰ってこない、次の日になっても帰ってこない、翌日になってもまだ帰ってこない、4日5日経っても帰ってこない。そのうちにどこからか噂が流れてきて、あの子たちは貨物列車に詰め込まれてどこかへ連れて行かれてしまったんだと。その連れて行かれた先はどこか知らないけれど、とても怖いところなんだ。そこには大きな大きな煙突があって、この煙突は一日中黒いとっても臭い煙を休みなく吐き出しているんだ。そこへ連れて行かれた人とはもう二度と会うことができないんだと。そういうことが噂として子どもたちの耳にも入ってきたというんですね。だから子どもたちはとてももう絶望的になってました。もしかしたら収容所に来た時から別れ別れになっていたお父さんやお母さんがもうどこかへ連れてかれてしまったのかもしれない。
もう会えないのかもしれないという心配もありました。また自分も明日連れて行かれてしまうのかもしれない、そんな思いで子どもたちはだん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 、せっかく同じ年ぐらいの子どもたちが一緒の狭いお部屋の中で生活しているのに、もう会話もなければ笑顔もない、そういう生活になってしまっていたんですね。そこへ来て、そのフリードル・ディッカさんという絵描きさんが子どもたちに絵の教室を開いてくれたわけです。そこで彼女は子どもたちに、さっきお話したように、ね、今日は辛いけど明日はいい日が来ると話してくれたと言いました。そして子どもたちに楽しかったことを思い出して絵を描こうと言ってくれた。それでさっき一度目にかけました、あの遊園地の絵とか、ね、それから学校の絵とか、自分たちが好きだったところのものを絵に描いていたんです。さっき見たのと違う本の絵の家の絵が一枚あります。それからさっきの絵ももう一度お見せしましょう。そちらのパネルの中にはね、多分家の絵だけを3枚か4枚こうまとめて入ってるパネルがあると思いますので、後でゆっくりご覧になっていただければいいなと思います。で、実は家の絵というのが非常にたくさんあります。多分子どもたちの絵を全部分類すると一番多いのが家を描いた絵ではないかなというふうに思います。で、実はあの1991年から私がその日本全国で展覧会を開催し始めた時、さっきお話したその150枚のパネルを作って展示していた時ですね。その時に私はの絵を3つのジャンルに分けていました。一つは楽しかった思い出、今のように、ね、大好きだった遊園地の絵とか学校の絵とかね、そういう子どもたちが楽しかったことを思い出して絵を描きましょうってフリードル先生に言われて描いた絵が一つですね。でからもう一つは収容所の生活、収容所の中で子どもたちが見ていたもの、これもちょっと先にお目にかけましょうか。すみません、さっきの、これもちょっと薄い絵ので、ね、見にくいかもしれません。これもそちらのパネルにあります。あのこういう絵を見てね、なんでこうすっと見にくいんだと思いの方いらっしゃると思うんですね。で実はね、これ本に使おうとした時なんかにね、この絵を選んだりしますと印刷屋さんは紙を白くしてしまったりするんですよ。で全くなんか私が見てた絵と違うものが出てきてしまってね、びっくりして、何ですかこれはっていうと、いやなんか茶色い写真が茶色い変な色してたから綺麗に直しておきましたって、印刷屋さん一生懸命気を引かせて直してくれるんですけど、いやとんでもない、これ直されちゃ困るんですって言わなきゃいけない。これ実はもともとの紙がこんな色なんです。でこれ後でもっと詳しくお話ししようと思いますけど、子どもたちに絵を描く材料がどうしてあったのかということのね話になりますので、あの詳しくお話ししますけど、もともとこういう汚い茶色い紙、さっき首筋の場面を描いた絵もね、汚い紙でしたけど、大体そんな紙に描いた絵、しかも絵の具やクレヨンも使わないで鉛筆で描いたような絵がかなりたくさんあるということもね、これもあの後で詳しくお話ししますけど、絵を描く材料すらなかったということの一つの表れなんです。ありがとうございます。今の絵にありましたように、三段ベッドがあって、下にそのちょっと子どもたちが並んで座ってる机がありましたね。あの絵にあるように収容所の中の子どもたちがいる、その三段ベッドが並んでいる汚いお部屋、そう掃除なんてすることがなかったって言いますし、収容所というと必ず出てくるのがノミとかシラミとか南京虫というようなね、 虫がたくさんいたということ言われますから、子どもの中にはなんかネズミが足をかじったなんて言葉をね書いてる子がいるくらいでね、ネズミの方にも餌がなかったから、それこそネズミも飢えていたんだろうと思って、ネズミがなんか乾いて、あの死体、ネズミの死体が乾いて転がっていたなんていうことを、その当時の記憶の中で書いている子どもたちがいます。まあ、そういう汚い本当の収容所のひどい部屋の中での生活だったわけなんですね。でそういう中だから余計に子どもたちは家に帰りたいと思いが強かった。でさっき言ったようにその3つのジャンルに分けたというのが、その収容所の生活というさっきのような絵と同時に、そしてそのそういう中で生活してるから子どもたちが見たい夢、
自由への憧れというその3つのジャンルに子どもたちの絵を分けていました。この自由への憧れという絵の中にやはり家の絵、それから後でちょっとゆっくりお話したいと思いますけど、花と蝶々を描いた絵というのがたくさんありました。だから家の絵はね、実はたくさんあるんですけど、家の絵だけでもまたこれも2つの種類に分類されるのかなというふうに思っています。もう一度ちょっとお見せしましょうか。まずこれをちょっと覚えておいてくださいね。こういう絵だな、これ多分自分のお家でしょうね。赤いなんか三輪車があって、赤い屋根のお家があります。もう一つもこれもね、これも綺麗に赤い屋根の、この2つに共通しているものでお気づきの方がいらっしゃるかなと思います。わかりますか？これね、ほん残念ですね。本当はね、一緒の場所にいてね、皆さんがそばにいてくださるとどうでしょうねとお聞きするとね、すぐ答えが返ってきたりしてね、そこで会話もできるんですけど、ちょっと残念ながらこういう形のね講演会だと皆さんが、あ、でも言っておっしゃってたか分かってくださった方がいらっしゃるみたいね。おっしゃっても聞こえるのかな、私に。どうなんでしょう、聞こえないんですか？絵の具使われてます。はいあのね、今の絵2つにね共通して言えたことは、道がつながっていたことお分かりでしたか？どちらの家も家につなぐ、家に続く道がとてもしっかりと書かれていました。これがね、とっても私は初めてこの絵をたくさん見たときに心に残りました。この広く、しかもしっかりと書かれた道、この道を通っていけば自分の家に帰れる、多分この道を通っていったらお父さんやお母さんの待ってる家がある、そんな思いで帰った家だろうと思うんです。でまず一つはそれです。それから残念ながらちょっとお見せする絵が今日ここにないんですけど、家をね、例えば、水の上に浮かんでいる葉っぱの上に家を描いている子供がいたり、それから山のてっぺんに、山をこう3つぐらいにこう尖った山を描いて、その山のてっぺんに家を描いている子がいたりする。そういう絵になるとね、これは逆にさっき言った家に帰りたいという思いで道がつながっている家を描く子もいれば、誰も自分たちをいじめに来ない、自分たちを捕まえに来ない、葉っぱの上に乗ってる川の上を流れている家だったら誰も怖い人が来ない、山の上だったら人は多分来ないだろう、自分たちを捕まえには来ないだろうというね、そんな夢を見ながら本当に住んでいたのではない家を描いてしまった子もいるということでね、この家の絵一つにしても本当にいろんなことを考えさせてくれる絵がたくさんあるということ。本当はね、150枚の絵が全部展示できると、両方の絵を目にかけることがねできたんですけど、ちょっと残念ながら今日その木の葉の上に乗っている家の絵というのはもしかするとそちらの展示の中にも入ってないかもしれません。またいずれ何か機会がありましたらご覧になっていただきたいなというふうに思います。で実は今お見せした時にはね、名札を隠しちゃってるって裏にしちゃってるんですけど、そちらの展示の方には全部絵に小さく名前がついているのがお分かりいただけるだろうと思います。実はこの子どもたちの絵の一つ一つに名札がついているということがとっても大きな意味があることなんです。実はさっきもお話しててちょっと話が前後しちゃって申し訳ないんですけど、私が初めてその首吊りの場面を描いた絵を見てね、この絵が何かとても大事なもの、ただ普通の子供の絵ではないなと思ったという話をしましたけど、その時にね、もう一つ感じたのは、一つの絵に名札がついてたんですね。でその名札にちょっとご覧になれますね、絵を描いた子供の名前、そして生年月日、アウシュビッツに送られた年月日というのが書いてあります。そちらの展示の中にもほとんど全部の絵にそれがついてますのでね、後でよくご覧になっていただきたいと思いますけど、このなぜ自分の絵にちゃんと名前が残ったかということも一つとても大きな問題です。で実はこのフリードル・ディッカーという先生はね、子どもたち一人一人に、あなたたち一人一人に
にお父さんやお母さんがあなたたちを愛してつけてくれた名前があるのよということを一生懸命語り続けていたというんです。実はさっき私はこの絵に出会う前にアウシュビッツへ行ったとも話しました。私アウシュビッツがねさっきとてもなんか感想を語れないようなものだったと言いましたけどね、その原因の一つというのが、まあ、そこで置いてあったのアウシュビッツは今博物館のような形になってまして、そこで殺されたたくさんの方の残したもの遺品が展示されてるんですね。本当にたくさんのものが展示されています。写真でご覧になったりしたことある方もいらっしゃると思いますけど、例えばトランクが山になっている写真というのはよく あちこちで公表されているのでね、ご覧になった方もいらっしゃると思います。それから例えばいつも使っていた歯ブラシだけでも山になっています。だから残された靴だけでも山のようになっています。一番嫌なのは人の髪の毛が山になって残されています。これは実はアウシュビッツの場合はアウシュビッツに入って送られてきた時、アウシュビッツ収容所によそから連れられてこられたユダヤ人たちは全て一度そこで選別というのを受けます。選別というのは人間を2つの種類に分けるんです。2つの種類、つまりまだ働けそうか働けそうじゃないかだけなんです。働けそうじゃないというのはつまり子供、年寄り、体の不自由な人、病人、あるいは小さな赤ちゃんを抱えたお母さん、そういう人たちはもう働けそうもない、いらないんです。全く役に立たない人間だからいらないという評価をされてしまうんです。もう一つのジャンルは今少しは働けるかなと、決して長く生かしておくつもりはありません。つまりアウシュビッツというところは人を殺すために作った収容所です。人が人を殺すために作った、別名であそこは絶滅収容所、あるいは殺人工場という名前で呼ばれています。ですから人を生かしておくための政策は何も考えてはいないんです。ただまだしばらくはただで働ける労働力として役に立つなと思った人にだけ少しだけ生きている時間を与えているだけなんです。その時間を与えられた人たちはまず名前を奪われます。お前たちは名前はないと、どこの誰なんていうことは何も関係ないんだと、でただ労働力としてしか生かさないわけですから名前は必要ないわけです。そしてそれぞれの人に番号が付けられて、番号は、左の腕分かりますとかね、ちょうどこの辺です、左の腕のこの辺りに数字の番号の入れ墨をされます。ここに入れ墨をされて、そして頭の毛を全部剃られて、そしてそれが、人によってはアウシュビッツの通過儀礼という言葉で本を書いている方がいますけど、それを、まあ、与えられた番号を与えられて入れ墨をされて髪の毛をなくされた人はとりあえずしばらくは生きていてもいいことになったという人の証拠なんですね。その剃られた髪の毛が山のようになって残っています。これなんでじゃあ髪の毛がそんなに残してあるのかというと、実はこれはこの髪の毛を利用して布を織ろうとドイツでは考えられていました。実は今アウシュビッツでもその髪の毛の山の横に試作として作られた髪の毛を元にして織った布の巻いたものが置いてあります。でこれはもしかして戦争がもっと長引いたら、1945年の4月の終わりにヒトラーが自殺して5月にドイツは降伏するわけですけど、そこでまだそういうことがなくて、まだあと1年2年3年戦争がもし続いていたら、もしかするとドイツ人の普通に暮らす家庭の中にこの自分たちの親や夫が殺した人たちの髪の毛で織られた布が配給されていたかもしれないんです。ただ幸いにまだそこまでいかないうちに戦争が終わった。ただ当時映画の好きな方なんかはちょっと覚えていらっしゃるかもしれません。 U ボートというのがあります。ドイツの誇る大変な高性能の潜水艦ですね。U ボートの中の絨毯の代わりに、あるいはスリッパにこの人間の髪の毛で織った布が使われていたというふうに言われていますけど、
U ボートは全て沈没してしまったので、それが残っていないのでね、語られているだけで、その証拠となるものはちょっと残ってはいないんですけど、まあ、そんなものがあって、髪の毛も山になってあります。何もかもが山になって残ってます。もう、それはやっぱり、たくさんの遺品が山になっているのを見ると、ショックは受けます、私も。でも、なんか違うなっていう気がしたんですね。なんで人が死んでしまってまでまだ山のようにたくさんのという数で言われなきゃいけないのかな。一人一人に名前も顔もあったんじゃないのかなっていう気がしたんです。特に髪の毛の山の中に、山の上に女の子の三つ編みにした髪の毛がよくこう三つ編みにこうしますね。そのリボンで言われたまんまの三つ編みのおさげがそのまんまこう髪の毛の山の上に置いてあったのを見たときにはね、一体どんなこの髪の毛だったんだろうと、この長いおさげにした女の子はどんな顔をした、なんていう名前の子だったんだろうと思う。それから靴が山のようになっていたと言いました。中にとっても素敵な、まるでダンスをするときに履いたようなね、ヒールの高い女性のおしゃれな靴があったりしました。一体どんな人が履いてた靴なんだろう、この人はどんな顔してた人なんだろうと思います。でも何を見ても全部ここで犠牲になったたくさんの人の残した品としか書いてなかったんです。それがなんかとっても心に引っかかりました。なんで死んでしまってまで人がまでされてしまうのと、一人一人に名前があって顔があったんじゃないか。あの当時犠牲になった、ホロコーストで犠牲になったユダヤ人の数はおよそ600万から650万と言われています。正式な数字はわからないし、今後もわかることがないだろうと言われていますけど、一つだけ根拠になるのは、当時ナチスドイツの方が調べた数字で、当時のヨーロッパ全域にユダヤ人が1100万人いると言われていたんです。その1100万のユダヤ人を全て殺してしまおうというのがユダヤ人絶滅作戦だったわけですけど、戦争終わった時生き残っていた人が500万くらいいた。ただ途中でうまいぐらい本当に幸運にもよその国へ逃げることができた人たちもかなりいたということで、まあ、そういう数字を計算すると600万から650万の人が殺されたのではないかというふうに言われているわけですけどね。その600万からまあ650万の人全てに名前も顔もあったはずだという思いが私の中には非常に強くありました。やっぱりそれが見えないことがなくとてもつらかった。それが私のアウシュビッツの第一印象というか、最初の時の気持ちだったんです。ところがその後に、その、たまたま偶然に入ってしまった小さな博物館で、この子供の絵に出会った時に、この絵に名札がついているのだけは分かったんですね。で、その名札だけは、名前はとても、チェコ語の名前は私には読みにくいので、今、ちゃんと読めないくらいですから、難しいスペルでしたけど、下にある数字は、多分、生年月日だろうというのが分かりました。その後に出てくる数字もだいたい全ては1944年から45年という数字でしたし、まあ、これも年月日だろうというのが分かって、その後に書いてあった言葉がオシビエンチムという言葉が書いてあったんですよ。実はこれは私はアウシュビッツにその前に行ってなかったらもしかしたら分からなかったことなんですけど、これはアウシュビッツの正式な名前と言ったらいいのかな。アウシュビッツ、この辺ちょっとまた少し経ったら先の話、先ちょっと話を進めてからにします。とりあえずそのアウシュビッツに送られた年月日だなということが分かった。だから私はこの絵がとても大切なものだということも分かったし、いろいろ調べてみたくなって資料を読んだりして、で最終的に日本にお借りしてきて、展覧会を開くような、ね、ことをすることになってしまったわけなんですけども、そういうことが私のこう頭の中にあったから、テレジンの子供の絵を見たときに、ここに全て名前が書いてある、アウシュビッツでは名前は全て奪われて番号になったのに、ここでは子供たちの名前がちゃんと残っているということが私にとってはとっても救いであり、名前を残そうとしたことに誰がどうやってどんな努力をしたんだろうという気持ちがありました。そしてこのフリードル・ディッカー・ブランデイズという女流画家が子供たちへ教えながら、絵を描いたら必ずお名前を書きましょうね、だから一人一人ちゃんと名前があるんだから、だからお名前を書きましょうと教えたというんです。実はテレジンの場合は
子どもたちはアウシュビッツと違って腕に数字の番号を入れ墨はされませんでした。とってもありがたかった、よかったなと思いますけど、ただ番号の入れ墨はされませんけど、子どもたちも数字の番号をもらってました。これは収容所に送られる時に、もうお前たちに名前はないと言われたのはアウシュビッツの前と同じなんです。そして子どもたちはこの小さなボード紙にね、数字の番号が書いた、そこに紐がついている本当に簡単な番号札というのを与えられて、お前たちは明日からこの番号で名前を呼ぶと、この番号を忘れたら食事の配給をもらえないぞって言われるんです。もう本当に粗末なボード紙に紐がついただけですから、最初は首にかけていてもね、すぐになんか取れてなくなってしまったと言います。でも番号札がなくてしまっても、その番号だけは自分のものをちゃんと覚えておかないと食事がもらえないので、それはしっかり覚えていた、今でも私は覚えてますよって生き残りの方は皆さんおっしゃるんですね。その生き残りの方の番号のことが書いたパネルもありますので、後でぜひゆっくりご覧になって読んでいただきたいと思います。でもその番号で呼ばれないで、フリードリッカーが番号で呼ばれ、ドイツ兵から番号で呼ばれてもそうじゃないのよと、みんなにちゃんと一人一人に名前があって、その名前をきちんと書いておきましょうねと話してくれたので、多くの絵に子どもたちの名前が残されたんです。そのために、これは一つドイツ軍のやったことの中でいいことの一つで言うとね、ドイツは大変に几帳面な国民性というのがありまして、まず収容所に送った人の名簿というのをかなりきちんと把握していた。でそこには子どもも含め、もちろん大人の人もですけど、収容所に送られた年月日や生年月日がきちんと書かれていたのでね、そのために、その絵に名前が書いてあれば、その名前をこちらの名簿と照合して、とりあえずその子が何年生まれで、何年何月に何歳でアウシュビッツに送られて殺されたかということがよく分かるようになったわけでね。でそうやってこのテレジンの子どもたちの絵の多くには名前が書かれるようになりました。ただ残念ながら名前のないのもあるんです。作者不明と書かれた絵が何点かあります。それは多くは未完成です。というのは絵の教室というのが、このこともさっきちょっとお話ししそうになってごめんなさい、絵の教室を開くのにはね、大変な大人の人たちの努力がありました。さっき大人の人が子どもたちのために何とかしてあげようと思って始めたと言いましたけど、そう簡単に許可は出るわけではありません。というのは収容所というのは命令された以外のことは全て規則違反なんです。命令されたことしかやっちゃいけないところなんです。で命令された以外のことをやったら罰があるんです。罰は鞭で叩かれるか、首を吊られるか、銃で撃たれるかなんです。そんな大変な状況の中で、それでも大人たちはドイツ兵に交渉して学校を開かせてください、教室をやらせてくださいと交渉に行ったわけですね。もともとまだ収容所に送られる前、すでにユダヤ人の子どもたちは学校行くことも行かなくなってました。さっきプールに入れないって言いましたけど、プールに入っても行けない、学校へ行っても行けない、電車やバスに乗っても行けない、映画館や、ホールに入っても行けない、遊園地のに入っても行けない、公園のベンチに座っても行けない、たくさんのやってはいけないことがありました。その中の一つが学校へ行ってはいけないということ。ユダヤ人の子どものことは人間としては扱っていなかったドイツにとってみたら、そんな子どもたちに教育の場なんて必要ないと思っていたわけです。だから収容所の中でお教室開かせてくださいと交渉しても、ダメだダメだと最初は言われるわけですね。でもお願いします、ちゃんと子どもたちに労働の時間は働かせますから、せめて労働が終わった後の短い時間、自分たちが子どもたちの建物に行って一緒に勉強する時間をやらせてくださいと言って、何度も何度も繰り返していって、これが許可になった理由というのには一つ大事な話があるんですけど、これは、ナチスドイツの政策の一つとして、許可が出たということなんで、これもちょっとお話してしまうとまた1時間2時間かかるほど長いお話ができるんですけど、ちょっとここは今日割愛させていただきますが、いずれにしてもお前たちユダヤ人には勉強は必要ないと、ただどうしても教室が開きたいならそこでやっていいのは歌を歌うこととゲームをすることだけという許可が出たんです。ただそこで許可が出たらなんとかやりましょう、
とりあえずやりましょうということで、たくさんの大人たちが自分が先生役になりますという名乗りを上げてくれて、そしてその中の一つとして絵の教室が開かれたということなんですね。あと他にもいくつもの教室があったと言われています。例えばもともと詩人だった人が子供に詩を書かせましょうと、私は詩を書くことは子供たちの心の中に溜まっている怒りや悲しみや憎しみや、そんなものが解消できる一つの方法だと思っています。だから私に子供たちに詩を書かせる教室を開かせてくださいという人がいたり、あるいは私はもともとユダヤの学者ですと、で今子供たちはユダヤ人に生まれたというたったそれだけの理由で家にいることも許されず、学校行くことも許されず、親と一緒に暮らすこともできないで、この収容所の汚い部屋の中に閉じ込められていますと、ユダヤ人になることが悪いことだと思っちゃっていますと、それはそんなままではかわいそうじゃないかと、せめてユダヤ人に生まれてよかったというね、誇りに思えるようなユダヤの長い歴史を語ってあげましょうという教師がいたりして、いくつもの教室が開かれたと言われています。ただ残念ながら他の教室がの成果というか、そのやっていた証拠を残すものというのは残っていないんですね。実は比較的最近になって、その他の企業もいろいろやっていたという時間割のようなものが見つかったという話がチェコの方から聞こえてきたんですけども、残念ながら生き残りの方も非常に少なくなってきている今、なかなかそのことを証拠立てることができなくなりつつあります。でその点で、絵とそれから詩はいくつか残ったためにね、その教室が開かれたことがきちんと証明されて、でそのさっき4000枚の絵が残されたと言いましたけど、その他に、さっきの絵を描いたのと同じような、ね、茶色くなった汚い紙切れだったり、それこそ縁が破れたような、ね、紙くずのような紙に詩を描いたものがやっぱりいくつか残りました。ただとても難しいのは、絵は見ればすぐ分かるんですけど、詩は子どもの字で、しかも小さな紙にたくさんの文字を書こうと思って、この無理に詰めて小さく書いてるためになかなか読み取ることができないんですね。で私はこの展覧会をやろうと思った90年の時に、詩の原稿というのも何枚かそのチェコの方で見せていただいて、それをなるべく全部翻訳して詩集も作りたいななんて考えていたんですけど、現地の方が読んでもなかなか読み取れない、やっぱり子どものあまり上手でない字で書かれていて、しかも紙自体がきちんとした紙じゃないためにね、なかなか全ての詩を全部最初から最後まできちんと読み取って新しく書き直すということがなかなか難しくはなっているので、いまだにまだあちこちがこう点々点のまま一部分省略したものじゃないと発表できないような形になってしまっている。その点で絵だけはね、ひどい紙に描かれたものであろうと、あるいは拙い絵であろうと、すべてとりあえず残ったものは見ることができるような形に今なっています。今さっきお話したその紙や何かについては後でお話しますと言いましたけど、実はこれもよくこういう講演会をしてきますと質問で受けるんです。絵を描く紙やだからクレヨンや絵の具はあったんですかということを質問を受けます。で実は収容所に行くとき、収容所に入るときというのは、実は普通に生活をしているユダヤ人の家庭に1枚の呼び出し状というのが来るんですね。何月何日何時にどこそこの集合場所へ来いと、で1家族50キロの荷物を持ってきてもいいとか、でただその後にもう一つ続いているのが、命令に従わない場合は処罰するという言葉が書かれていたそうで、それをもらったら行かないわけにはいかなかった。1家族50キロの荷物というと、家族の人数にもねよるんでしょうけど、皆さんいろいろ苦労なさったそうです。私がそのお目にかかった生き残りの方たち6人の方にもね、その時に呼び出し状が来た時どうしましたかってことを同じような質問をしました。なかなか皆さん子供の頃にも面白かったっていうような言い方をする方がいます。それはお父さんやお母さんが何を持っていこうかとすごいもう真剣になって相談しては入れたり出したり入れたり出したりね、トランクを開けてやっていたと。だから多く
の子供は、子供はいいからもう今日は寝なさいと、大丈夫だからお父さんやお母さんが一緒だから心配しなくていいから、大丈夫だから寝なさいと言われて自分たちは寝に行ったという子供もいます。で、そのトランクに入れるものを選ぶときに、いくつかの方が面白い話を聞きまして、例えば私のお母さんはどこに行ってどんな生活することになるかわからないけど、とりあえずどこへ行っても食べることが一番大事と、お母さんは料理が上手だからどこ行ってもちゃんと料理を作るから安心しなさいと言って大きなお鍋を入れたと。でもお鍋は多くてとても困ったと。それからもう一人の方は、私のお母さんは自分が着たウェディングドレスを持っていくと言って聞かなかったって言うんですね。でこれは自分のその生き残った方のお母さんの、その元お母さん、おばあさんが着たもので、でお母さんはおばあちゃんの着たものを私も着たのよ、あなたに絶対に着せたいんだと、だからこれは持っていかなきゃならないのって言って、なんか立派なレースのついたウェディングドレスだったわよって彼女は私にお話してくれましたけど、でそれをとても大切に畳んでトランクの中に入れた。でそう、そうやっていろんなものを持っていくわけです。その時にお父さんやお母さんが子供たちに言ったのは、大事な学区用品があったら持って行っていいよと言ったというんです。ユダヤ人の家庭というのは大変に今勉強熱心なので、多くの子どもたちがまあ学用品を持つことを許されたというふうに言っています。ただ学用品を持って行っていいよと言われてもね、学用品をすでに持ってなかった子どもたちも実はたくさんいるんですね。というのはさっき言ったように、もう学校へ行くことが許されませんでした。それから同じような命令の中に、ユダヤ人はユダヤ人以外の店で買い物をしてはいけないというのがありました。そうすると学用品が欲しくても買うこともできなかった。いやもちろん多くの父親はせっかくそれまで続けていた仕事すら奪われていましたから、収入もない、そうすると買うこともできない、あるいはお金があって買いに行っても今度お店にもないということで、なかなか学用品を手に入れるということは難しくなっていたんです。だけどその生き残った方のお話によると、私はとても絵を描くことが好きだったから、まだ画用紙やクレヨンを手に入れることができた時代に買ったものをとても大事に大事にしまってあったと、もう買えなくなってしまったことも分かっていたから、それをなるべく使い切らないように大切にしまってあったので、それを持つことになったと言った人もいました。だからもしかすると行った先でお勉強ができるかなと思って、それまで大切にしまってあったノートやクレヨンをトランクの中に入れてもらったということを思いました。そして多くの子どもたちがお父さんやお母さんと一緒にその50キロの入った荷物を持って収容所に向かうわけですけど、多くのもの、せっかく皆さん大人たちがいろいろ考えて選び出した、そのお母さんが選んだお料理を作るためのお鍋とかね、ウェディングドレスとか、あるいはお父さんがとても大切にしていたものとか、そういう貴重なものは全部収容所の入り口で没収されてしまいました。これはこと全部奪われてしまうんです。だけど子どもたちの学用品とか、それからどの日常の着替えの洋服の何枚かとか、そんなものだけはそれぞれ持ってっていいと言われるので、で、まあ、自分の部屋にそれを持っていくことができた。で子どもたちの中には、まあ、全部ではないでしょうけれども、多くの子どもたちがわずかではあってもノートや画用紙や鉛筆や絵の具やクレヨンを持っている子たちがいました。だからもう一つは、これはとても素晴らしいことですが、フリードル・ディッカー・ブランデイズというこの絵を教えた女流画家は画家でしたから、それなりに家に紙や絵の具やクレヨンをたくさん持っていたはずなんです。それを全部トランクに入れました。で家にあったりだけの紙を集めたと言われています。紙だけじゃなくて彼女は布まで用意したんですね。例えば白いカーテンを色に染めて、きれいな色の布があったら何かに役に立つだろうということで、それも持ち込んだと言います。でこの時収容所というのがどんなところかもちろん誰も知りません。ましてそこでどんな生活があるのかは分からないわけですね。でもこのフリードル・ディッカーはごめんなさい、ちょっとすいません、おそらくそこには子どもたちもいるはず、そして子どもたちがいたから
自分は何かの形で子どもたちのために役に立ちたいと、そのためにはもしかすると自分の持っている紙や布、絵の具やクレヨン、あるいはきれいな色に染めた布が役に立つことがきっとあるはずだと、彼女は周りの友達に言ってそれを全部トランクに入れたそうです。ただ紙や布というのはとても重いですから、そのためにこのフリドル・ディッカーが呼び出し状をもらったのが冬のとても寒い日だったのに、厚手のセーターを1枚カバンから出さなければいけなくなったというのが、彼女のドイツ時代の友人だったドイツ人の女性が書いている本の中にあります。でそうやって皆さん紙を持っていた、元絵の教室が開かれるようになると子どもたちは自分の持っているものは一生懸命出していく、それからフリードル先生も自分の持っているものを子どもたちにもために使おうと思って持ってきた。でも子どもたちの数が多いですからすぐにそれがなくなってしまったんですね。でフリードル先生は自分の収容されている部屋に行って周りの子どもたちの女性たちに、子どもたちがねせっかく今喜んで切り絵や貼り絵をやろうとしてるんだけど、もう材料がなくなってしまったのと言った。そうすると大人たちがいろいろ自分たちも努力をして画材を集めてくれたわけです。でさっき、ね、汚い茶色い紙ですって申し上げたあの紙は多分拾い集めた紙です。これはドイツ軍の事務所のお掃除をするような役目をさせられていたユダヤ人の男性たちがゴミ箱を漁ってゴミ箱に捨ててある書類を丸めて捨てた紙とかね、あるいは自分たちのところに家から届いた手紙とか小包があるのを、それをドイツ兵たちが、まあ、手紙の封筒を破って捨てたり、だから小包の包装紙とか、あるいは何か品物を書いていた箱の蓋を捨てたりしてた、そういうものを全部拾い集めてきてくれた。そして丸めて捨ててあってしわくちゃになった紙は、夜暗い電灯の下でこうみんな大人たちが手でシワを伸ばして、それを子どもたちのために使ってくださいと言ってフリードル先生に渡したというふうに言われているんです。今そのフリードル先生のそういう努力で手にすることのできた紙で作った作品もちょっとお目にかけようかなと思います。これは赤い紙と書類の紙で作った切り絵です。これも多分展示の方にあるかなと思いますけど、これはフリードル先生が自分が家に持っていた紙を赤い絵の具で染めて持ってきてくれたんですね。だから赤い綺麗な色の紙があった。そしてもう一つの紙になってるというのかな、台紙になってる、まあ、これは実は書類の紙なんです。これは多分誰か大人の人がドイツ軍の事務所のお掃除をしに行った時に捨ててあったのを拾ったのか、あるいはとても勇気のある人はドイツ兵の事務所の机の上にあった積んであった書類の紙を盗み出したとまで言われています。これは見つかったら当然死刑になるぐらい大変なことなんですけど、でそのためにこの書類の紙を使ったものというものがいくつかやっぱり残されています。これは一つの絵であると同時に大人たちが子どもたちのために命がけで集めてくれたもので作られた作品だということが分かるだろうと思います。それをちょっと後にします。一つなかったかな、切り絵がなかったでしたっけ。いいですね、ごめんなさい、いいですね、最大丈夫です。なんかあの切り絵で作ったあの確かね家の絵なんかもそちらには展示の中にあると思いますので、またそれも後でご覧になってください。あの実は子どもたちは今はご自分のお子さんとか、ね、お孫さんがいる方はお分かりと思いますけど、単に絵の具やクレヨンで絵を描くよりも割と紙をこう切っていろんな 色の紙を切って貼ったり、その工作のようにしてコラージュみたいな作品を作ることがお好きだと思うんですよね。多分あのそれはいつでもどこの国の子どもたちでも同じようにそういうことで作品を作るのは好きだったんだろうと思いますけど、で特にこのフリードル・ディッカーという先生はこの先生も素晴らしい人でね、この人のお話だけでもまた一日講演会ができるんですけどね、これもちょっと今日は省略しなければならないんですけど、彼女自身は自分が絵描きであると同時にあの幼児の美術教育についても非常に造詣が深い人だったためにね、特にその子どもたちに絵を描くよりもいろんな色の紙を使って作品を作り出すようなそういうクリエイティブな作業の方が心の中に溜まっているその悲しいとか悔しいとか辛いとかっていう思いをこう
吐き出すことができるんで、この人の信念は絵を描くことは生きる力になるということだったというんですけどね、特にそういう作品を作ることで生きる力を育てることができるんだという信念を持っていらしたので、なんとかしてね、子どもたちにそういうクリエイティブな仕事をさせようと思っていたわけです。ところがだん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 材料がなくなってきてしまいます。それで一つまたちょっと素晴らしい絵をご覧に入れようと思います。これも展示の中にありますので後でご覧ください。これは実は、ちょっと見えますかね、あの絵の具やクレヨンで、いや一部絵の具で塗ってあるんですけど、この特にあの葉っぱのようなものはほとんど毛糸で描かれています。つまり紙に毛糸で刺繍をしたような形で一つの絵になっている。で花の中身のところだけ、花びらの部分だけが絵の具でちょっと塗ってあります。で実はこの絵については、これも生き残りの方からとても詳しくお話を聞くことができました。これはあの生き残りの方でいうとね、その白いあの台紙の方のパネルの後ろの最後の方が多分3点生き残りの方の話になっています。その中に1人、ラーヤさんと、リタさんとヘルガさんという3人の生き残りの方のことがパネルとして作ってあります。一番最後のパネルが多分フリードル・ディッカーと、それからこの4000枚の絵をテレジンの収容所の解放された後に見つけてチェコへ、あとはプラハへ運んだビリー・グロアさんという人のパネルになっているはずなんですが、この生き残りの人のパネルの中の、ラーヤさんという人のパネル、あのちょっとラーヤさん、この絵を描いた人、この絵もそこのパネルの中に入っていると思います。この人の絵、この絵についてはまた後でお話ししますけど、この人、このラーヤさんという方ですね。この、ね、3人、実はラーヤさん、ヘルガさん、リタさんの3人は実は今でもお元気です。このラーヤさんだけがちょっと施設にお入りになったというふうに聞きましたけど、ヘルガさんはお家にいらっしゃる、せっかくリタさんもお家で暮らしていらっしゃって、実は3人とも同い年、1929年生まれです。ということは92ですよね。あのさっきもちょっとお話した、あのアンネの日記を書いたアンネ・フランク、アンネ・フランクも同じ年です。1929年生まれです。実は私あの初めてそのこの絵をの展覧会を日本でやろうとね決めて以後、もう本当に何十回もポーランド、チェコ、それからドイツ、オランダ、イスラエルなどへ旅行してるんですけども、あのオランダ行った時にね、たまたまお年寄りの人が広場のベンチに座って、でちょっと私が写真を撮ってたら声をかけてくださってお話をした時に、あのアンネはあそこでベルケンベルゼンでチウスにかかって亡くならなければまだこうやって元気で外を歩いてることができた人なんだと思って、とてもなんかこうショックを受けたことがあったんです。当時その方が私から見たらそれほどのすごいお年寄りではなかった、割と元気そうなおばあちゃんで、公園のベンチに座ってね、普通に楽しそうになんか寄ってくる鳩に餌あげたりをしてた方だったんですけど、なんかとてもあの日記を読んで、私が日記を読んだのは中学生の頃ですけど、なんとなくアンネというのをもうアンネの日記が半分古典のような形になってしまってるんでね、なんかアンネというのはとても昔の人のような誤解をしていたけど、あまだまだ元気でいてもおかしくない時なんだ、こうやってもしかしたら子供や孫と一緒にこうやって広場のベンチに座ってておかしくない人だったんだっていう、なんかこう実感がねその時とても強くあったんですけど、実はそのアンネと同じ年齢、1929年生まれで、今3人ともお元気でいらっしゃいます。このラーヤさんからさっきの毛糸で花の絵を描いた絵のことについて詳しく聞いたことを話したいと思います。まあ、ある日あのフリードル先生が、今日はねみんなにとっても素敵なプレゼントがあるわよって言って子供の家に来たんだそうです。この方ね大体とってもいつも本当にご自分も疲れているしお腹も空いているし
大変な時期だったと思うんだけど、いつでも子どもたちの家に来るときは笑顔だったといいます。楽しそうに歌を歌ってくれたりね、楽しそうのおしゃべりをかって皆さんに話しかけてくれたりした人だというんですけど、特にその日は本当に素晴らしい、今日はプレゼントよって入ってきて、でみんなに手渡してくれたのが小さな毛糸の束だったというんです。何十本かの毛糸がね、全部長さは本当にせいぜい2、30センチの短いものだったけど、それを束にして持ってきて、みんなのお母さんからのプレゼントと言って先生が渡してくれた。でみんなでそれを手に取った時にね、あったかかった、ダイヤさんおっしゃいました。でもね、毛糸実は汚い毛糸だったのよって、多分白かったセーターについてた毛糸だと思うものはね、もう本当に灰色だったし、赤いのもピンクのもブルーのもみんなね、なんか汚れたような色したりシミがついたりしてたと。それでもお母さんからのプレゼントって言われて渡された時、手に握った時あったかかったの。私はそれは忘れることができないと納屋さんおっしゃってました。収容所の中にいた中で一番素晴らしかった思い出っていうのはその時のことなんだというふうに彼女が話してくれたんですけど、これはさっきのそのフリドル先生が、せっかくみんながね、こういうコラージュを作ることを喜んでるんだけども、材料がなくなってしまったんだと相談した時に、お母さんたちが自分の着ているセーターの袖や裾の毛糸をほどいて、それをみんなで切って、それをこれで何か使えますかと言って、フリドル先生に渡してくださったというんですね。そしたらある一人のお母さんが、私は刺繍針を持ってて、それが大事に今でも使うことがないのでしまってありますから、これを使ってくださいと言って刺繍針をくださった。でも紙がない、せっかく毛糸と刺繍針があったけどと思ったら、これは男の人たちで、ドイツ軍の事務所のお掃除をしている人たちが書類の紙を持ってくるから大丈夫だと言って書類の紙を拾ってきてくれた。でこれは書類の紙に毛糸で絵を描いた絵になってます。これもたくさんの大人たちが何とかして子どもたちを元気づけたい、子どもたちの笑顔を取り戻したい、子どもたちに、ね、心の底から笑顔で絵を描いてもらいたいというね、大人たちの大変な努力で、これもどちらも見つかったら遅いのちだけのことです。でもそうやった大人たちの愛情、子どもたちの命を、子どもたちの生き方を大切にする大人たちのね、努力が実った絵の一枚だなというふうに思います。今その生き残りの方の一人のラーヤさんの話をしましたので、あと他のお二人の話を少しさせていただこうと思います。皆さん、ヘルガさんの絵はないんですよね、はい、じゃあどうぞ先しましょうか。この絵もそこの、後ろの方のその生還者のパネルの中の一つにあると思います。リタ・クラウスさんという人の解体です。でこの人のところには私の番号はという見出しがついているのが分かるかなと思いますけど、実はこの方、私が一番親しく今でもお付き合いをしている方の一人です。さっきお話したように1929年生まれで、今イスラエルに住んでいらっしゃいます。実は去年の2月にイスラエルへ行く予定で、もう何回目からの出会いなんですけど、彼女にももしかしたら最後になるのでイスラエルでご一緒して一緒に食事をするという約束までできてたんですけど、残念ながら出発の前日になってイスラエルに行くことが、ね、できなくなってしまいまして、今日に至ってるんでけども、この方のことは実は日本にお招きしたことがあります。1991年の日本全国最初のテレビ収容所の幼い画家たち展が開かれて、全国で23箇所を巡回展というのをやってたんですね。で実は偶然にも彼女をその日本にお招きした時に、日本でやってた展覧会が大阪なんですよ。大阪の和泉市というところです。これは時期的にたまたま彼女の都合とかこちらの都合と合わせたらその時にぶつかってしまったということなんですけども、その時にイスラエルから来ていただきまして、実は本当はさっきのその毛糸の話をしてくださったラーヤさんも一緒にお招きしてたんです。で実はこのラーヤさんとリタさんは
まだ学校に行けてた頃、幼かった頃に学校のお友達だったんですね。ところがその後二人とも学校へ行くことが許されなくなって、会えることもなくなって、で収容所に送られてしまって、でその後実はこのディタさんはテレジンから一度アウシュビッツの収容所に送られてるんですよ。ただアウシュビッツで本当に偶然にもというか母親の機転で年齢を偽って生き延びることができて、ただアウシュビッツにもいられないで死の行進というのをご存知の方もあるかと思いますが、もうアウシュビッツの機能をしなくなった時にアウシュビッツにいて、動ける人を全てドイツへ送ってしまおうということで、まあ、何百キロという特に寒い冬の時でしたので大変な行動になったんですけど、いわゆる死の行進と呼ばれるものがあります。その死の行進でドイツに送られて、あのアンネ・フランクが亡くなったと同じベルゲンベルゼンという収容所でチフスにかかって死にそうになっていたけど生きて解放されたという経験を持っている方だから、実はこのディタさんはあのアウシュビッツにいましたので、数字の入れ墨が腕の頬にあります。その写真がそちらの展示の中にあると思いますので、ご覧ください。で実はこの時、さっきそのアウシュビッツで年齢を偽ってと言いましたけど、彼女は本当に母親に何度も助けられてるんですね。実はアウシュビッツで、さっき、テレジンやな、ごめんなさい、アウシュビッツでとりあえず生き残れる人と生き残れない人を2つに分けたという話です。で当然年齢から言ったら彼女はまだ当時15歳になってなかったので危ないんですね。子供だからもう労働力として、まだアウシュビッツの場合は16歳以上しか労働力として認めませんから、当然彼女は下水室へそのまま送られてしまうかもしれなかったんです。ところが一列に並べと言われて並んで選別を受けるときに、お母さんがね自分の前にいた。お母さんも実はもう年齢的に言うと、今それ言われるとね、私なんかとっても辛いんですけど、当時のドイツの感覚では40何歳になってるともう労働力としては使えないというふうな判断だったんですね。だからディタさんのお母さんが本当の年齢を言ってしまうと、やっぱり下水室かもしれないと、非常にきちんと、まあ、お元気そうに見える方だったというのも2人ともあるんですけれど、36歳ですと大きな声で言ってるのがディタさんの耳に聞こえてきて、おかしい、うちのお母さんどうしちゃったんだろうって、自分の年間違えちゃってると思ったら、その時のお母さんがさっと後ろ向いて、ディタ16歳って叫んだって言うんです。えっと思った。あ、そうか、お母さんは年齢を偽れば生き残れると思ったんだと。でディタもその2つか3つ後ろの列に並んでたんですけど、自分の番が来た時に一生懸命こう背伸びをして体を少しでも大きく見えるようにして、大きな声で16歳です、そのためにこっちって言われて、お母さんと共に息をしばらくの間労働力として使えるという列の中に入れて、ガス室行きを免れた人なんです。ところがそれから間もなく、もうこれ1944年の暮れのことですので、間もなくアウシュビッツの収容所が機能しなくなって、そろそろドイツの敗色が濃くなってきて、ドイツ軍がアウシュビッツを撤退することになってしまって、その前にまずそこにいる人たちをドイツへ連れていくということで死の行進が始まって、彼女はベルゲンベルゼンに向けて死の行進に参加して、なんとかそこでも生き延びるんですね。でね、ベルゲンベルゼンの収容所で彼女はチフスにかかっていました。初めてお会いした時にね、あなたはアンネの日記っていうのを読んだことがあるかっていうと、もちろん読んでます、日本人はみんな読んでますよって、じゃあアンネ・フランクって知ってるか、知ってますって、実はね、私はもしかしたら同じ頃に同じとこにいたのよねって言われました。確かにアンネ・フランクもアウシュビッツからベルゲンベルゼンに送られて、ベルゲンベルゼンでチフスにかかって死んでるんですね。で当時もちろんそんな日記を書いて世界的に有名な人になるとは誰も知らないわけですけど、同じようにディタさんもベルゲンベルゼンにてチフスにかかっている。でベルゲンベルゼンというところは実はアウシュビッツと違って人を殺すためのガス室はなかったんです。ガス室はなかったけれど一番たくさん人が死んだというふうに言われているような収容所。なぜかというと衛生環境が非常に悪かったんです。ほとんどの人がチフスにかかってたんです。特に戦争終わる直前、1944年の終わりぐらいからはもう
ほとんどの人が中枢にかかって動けなくなっていたといいます。そのためにドイツ軍は食料の配給は一応あるんだけれど、その収容者たちがいるところまで運んでくるのが怖いので、かなり離れたところにドラム缶に入ったスープを置いてってしまって、自分で取りに行ける人しかそれを飲むことができないような状態だったというんです。ところがそのディタさんのお母さんは割と元気だったので、お母さんが毎日そこへ行ってはスープを持ってきてくれて、ディタさんに少しずつ飲ませてくれて、もうすぐ戦争はきっと終わる、それまで何とかして生き延びましょうって言ったお母さんがスープを飲ませてくれたので、ディタさんは何とかスープで体を何とか支えることができていた。そしてある日、45年になって2月にベルゲンベルゼンの収容所が解放されました。これはイギリス軍が解放するんですね。でこの時のこともその解放したイギリス軍の人たちが書いている手記を読みますと、もうかなり離れたところから自分たちの進んでいく先にあるなんか汚い建物が見えて、その建物の方からとても臭い匂いがしていたというんです。 でも、まあ、命令されてみんな列を作ってそこまで進んでいって、その入り口を開けて中の粗末なバラックの前に立った時に本当に耐えられないほどの匂いがしたと。でその扉を開けると中にいたのは死体と死にかけた人たちだったっていうふうに書かれています。そのくらい皆さん弱っていたんです。実はディタさんも自分でおっしゃったのが、私も死にかけて死体の間で寝てたって言ってました。で実はその人が死んでしまっても元気な人がいたいわけですから、死体を運び出すことができないんです。でそのために死んだ人が隣にいてもそのまま隣でまた自分も寝ていなければならないような状態でした。でこれ映像や写真でご覧になった方もいらっしゃるかと思いますけど、たくさんの死体をブルドーザーで大きな穴に押し込んでる写真というのが時々あちこちで報道されます。これはベルゲンベルゼンの写真です。そのくらい死体が多かったということなんですね。でもディタさんはかろうじてそこでまだ生き延びてた。でもお母さんが少しでも元気だったのでなんとか大丈夫だ。ただイギリス軍はそこで皆さんがもう飢えて死にそうなのを見て、自分たちの持っている食料を配給しました。で実はこの時多くの人が亡くなりました。実はベルゲンベルゼンは収容所として使われていた時よりも解放された後の方が死者が多かったと言われているんです。なぜかというと解放したイギリス軍がもうその飢えて本当に骨と皮のようにね痩せ細って立つこともできないほど弱っている人たちを見て、何とかして栄養のあるものを食べさせてあげて元気をつけてあげようと思って善意でやることですけど、そして彼らに自分たちの持っている肉の缶詰を配給しました。この肉の缶詰を食べた方の多くは亡くなりました。そのためにベルゲンベルゼンは解放後の方が死者が多かったと言われているところなんです。ところがこのディタさんのお母さんは大変賢い方で、イギリス軍のところから粉ミルクの缶を一つもらってきたと。それで粉ミルクをスプーンですくってディタさんの口に入れてくれた。ディタさんは言ってました。とっても甘くて美味しくてね、あんな美味しいもん食べたことないと思うくらい美味しくて、お母さんもっとって言ったんだけど、お母さんはダメって言ってミルクの缶を閉めてしまったと。でも本当に欲しくて欲しくて、もっとちょうだいもっとちょうだいって言ったんだけど、ダメ、また後でって。でしばらく時間が経ってからお母さんがまたミルクの缶を開けて、一口舐めさせてあげましょうって舐めさせてくれ、またしばらく時間が経ってたっと二口舐めさせてくれ、そうやってお母さんが少しずつ少しずつ量を増やしていってくれたから、ディータさんは体力を少しずつつけることができて、なんとか元気になってきたんです。ところが元気になってきた頃になったある日、お母さんが来ないんだそうです。毎日お母さんが自分たちの寝てるところへ来てくれたのに、お母さんが来ないんでどうしたのかと思って、そのイギリス軍のところにお母さんはどこにいますかって聞きに行ったら、病院に入ったって言われて、もちろん当時収容所のあったに病院があるわけではないんです。実はこれは解放したイギリス軍があまりにも大変な状態の人たちがたくさんいることを見て、近くの町や村の人たちの家を解放させて、そこを仮の病院として使っていたわけなんですね。そちらにいると言われて行ってみたら、お母さんがなんか具合が悪いと言って寝てて、翌日お母さんが亡くなってしまったんです。だ
かこのティタさんは二度お母さんに助けられて、でもせっかく解放の日まで一緒に生きてきたお母さんを解放の日に亡くしてしまって、その後彼女は実は本当に一人になってしまったと言いました。実はそのさっきお話ししました、あの91年の展覧会で、泉市でやった時に、実はこれ大阪の泉市の青年会議所というところが主催してくださった展覧会だったんです。その時にそのティタさんをお連れしましたのでね、展覧会を一緒に見た後、夜歓迎のパーティーのようなことをやってくださいましていろいろお話をしたり、みんなで楽しい時間を過ごしたんですけど、その時最後に一人の方がちょっと質問をし、ティタさんに一つ質問をしますとおっしゃったんです。ティタさん、今は幸せですかと。後でティタに聞きました。幸せですかって聞かれたのが一番私にとっていつも辛い質問なんだということです。でも当時その青年会所のホロコーストもあまりよく知らない、この展覧会を通して初めてホロコーストの事実を知ったと言って一生懸命勉強してくださってた人たちでしたけど、まさか幸せですかという質問が本人にとって辛いものだとは誰も想像はしていなかったんです。で実はこれは後でその質問をした方に聞いたことですが、きっと彼女はうんと答えるだろうと思っていたと。なぜならその前のお話の中でリタがその時は、その後にご主人も息子さんも亡くなってるんですけども、当時はご主人もいて息子さんもいました。でご主人と彼女はイスラエルに渡ってから、イスラエルで、まあ、英語の先生をやりながら、まあ、かなり割と豊かな生活をしてまして、私もお宅へ行ったことがあるんですけど、ナタニアという海辺の町に素敵なお家があって、そこにたくさんの花が咲いてて、彼女は趣味で花の絵を描いてきて、誰が見ても幸せな生き方をしているように思えたんです。そういう話をした後でしたので、その主催者の男性は幸せですかと聞いたら、彼女が多分イエスと答えるだろうと。でそう答えてくれたら、とっても辛い体験をしたけど今は幸せに生きているリタさん、今後のますますの幸せと健康を祈って乾杯しましょうと言って、そのパーティーを終わらせようと思っていたというんです。ところがリタはノーッと大きく答えて首を大きく横に振りました。私はお父さんもお母さんもおじいさんもおばあさんもおじさんもおばさんもいとこも友達もみんな死にました。生きている私だけが幸せですとは言えませんと彼女はそこで言いました。まあ、そういうことがあった出会いでしたけど、その後も私は何度もイスラエルに招いていただいて、彼女のお家へも行ったりして、非常に今も親しくはさせていただいています。少し明るい気持ちになれるようなお話を一割にさせていただきたいなと思います。でもヘルガさんのことちょっと触れることになりますね。実はこの今お話しようと思ったね、たくさんの絵を描き残したあのフリドルの教室ではなくて、お父さんのために絵を描いたという人なんですけど、その説明はそちらのパネルにありますので、それをご覧になるとお分かりになると思います。でこの実はヘルガさんも絵描きさんでした。あの収容所がから解放されて助かってから、絵 の, 学校へ行き直して、そして学校で絵の先生をやっていて、先生を辞めてから絵描きさんになって、私にお会いした頃もずっと絵を描き続けてきて、たくさんの絵を見せてくださった方でした。それから実はさっきお話したそのディタさんも、この方はプロの絵描きさんではありませんけれど、やっぱりずっと絵を描き続けていまして、そして花の絵しか描かなかったんですね。でなんでって聞いたら、私はあの時代に醜いものや汚いものばっかり見すぎてしまったから、今は美しい花しか描かないって言って、いうような話をしてくださったりして、ね、ちょっと今話してもらうかな。こうですね。実はこれはそのリタ・クラウスから私がもらった絵です。こういう絵をたくさん描いていた方でして、ご自分の住んでらっしゃるナターニアという町でのギャラリーで個展をやったりする程度の、まあ、
いわゆるアマチュア画家として活躍してらした方なんでね。それからもう一人、実はそのパネルの中にはちょっと触れてない方で、あるイスラエルに住んでらっしゃるイェフダ・バコンさんという男性がいまして、この方はイスラエルの有名な絵描きさんの一人です。イスラエルの美術大学の教授であり、まあ、今もお辞めになってますけど、当時であって、非常に社会的にもかなり名の知れた絵描きさんでした。で、彼らにとってやっぱり収容所の中で絵を描くことが生きる力になるというフリードル・ディッカーのね、教えと同じように、本当にその彼のあの中で収容所の生活の中で絵を描いていたということが非常に大きな意味を持っていたんだということ、私実はこのイェフダ・バコンさんという方にお会いしたときに、今まで会ってきた方の中で皆さんなんか絵を描いてらっしゃるように聞いてきたんだけど、そんなに収容所の中での絵の教室が大きな影響を与えているんですかと聞いたら、いやそうじゃないと思うと、ただ絵を描きたいから生きられたんだっておっしゃったんですね。私は収容所の中で汚い紙にちっちゃくなったクレヨンで絵を描いてるときに、絶対ここ生き残ろう、生き延びて大きな白い紙にたくさんのいろんな色の絵の具を使って好きな絵を描こう、それまで死ねないっていつも思っていた。だからその頑張りで私は生き残ることができたような気がする。やっぱりだから私は絵を描くことは本当に自分の生きる力なんだといつも信じていますとおっしゃった。確かにフリードル・ディッカーが絵を描くことは生きる力になるんですとおっしゃって子供たちに絵を描かせ、残念ながらこのフリードル・ディッカーは1944年の10月にアウシュビッツに送られてガス室で殺されてしまいましたけど、彼女の言っていた言葉が今生きてるまだ人たちの心にまで生きの残っているということ、そして今私たちが今ここで言えるのは、今を生きる子どもたちにやっぱり自由に好きなように絵を描くことができることがとっても幸せなことだし、それがこれから先辛いことがあっても生きていく力になるんだということをね、私たちは教えることがこの展覧会を通してできるのではないかなというふうに私はいつも思っています。最初にお話したように、コロナという病気のことではありますけれど、非常にいろんな意味で自由を束縛されるような、あれをやってはいけない、これもやってはいけないと言われるね、非常に辛い日々が続いていますけど、でももしそういう中で子どもたちが絵を描いたりあるいは詩を描いたりすることで生きる力を大きく育てることができるかもしれない、でそういうことを子どもたちに教えることができるのは私たち大人の役割なんじゃないかなと思うし、そのためにこの展覧会、そして今私の話が少しでも皆さんの役に立ってくれたらとても嬉しいなというふうに思っています。やっぱり素晴らしい絵を描く、素晴らしい詩を描く子どもたちがたくさんいるはずです。その子どもたちを悲しい思いをさせないで、今後明るく生きていってもらえる世の中になってほしいなと心から願って終わりにさせていただきます。長い間お聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。